ッコリりょうちゃん、これは4連勝で、はい、相手に出てきたらルームワンの竜、何も怖くはないまで、実況しました、はい、実況じゃないってクレームが来てるんですけど大丈夫ですか。実況じゃねえだろと言いたいだけだろみたいな。大激衆東郎さん、大激衆 EX 昇竜拳切り返していく。さあもっこそちょっと苦しんでいる。ゲットワイルドエンターフ、一人では解けない愛のパズルを抱いて、あれ違ったっけ。一番そこだっけ。一番だよ。新勝利、これでゲットワイルドの実況ここまででしたが、もっこりりょうちゃん頑張りました。今のは一番でした。小松菜ビギナーズ優勝の件、前回ですか。はい、だからあ、前回、じゃあこれはあの誰かの賞をもらってるということですね。さあ小松菜健対ルームワンの竜。ちなみにあのビギナーズ大会の徳良賞はどんな感じだったんですか。ビギナーズ大会の徳良賞は、はい、商店の豆と、はい、あとは僕があのいつもはあの洋服を買ってる店の小銭入れです、はい、これからサードをやるんでみんなあの50円をいっぱい入れてほしいという思いを込めて、なるほど、小銭入れを。じゃあ本日の東西線の提供は山本商店の提供でお送りしております。やめろ、投げ上げラップしている。なるほど、はい、さあルームワン対小松菜、60人対60人の3人目と6人目です。あ、ごめんなさい、30人対30人の、まあ、厳密に言うと34人対34人ですね、の3人目と6人目です。さあリードしているのは小松菜なんですが、ルーベワンは先ほど新昇竜でしたが今回電信波動拳と、 EX 波動拳が拾っている。ここでリープ、小松菜リープが突き刺さって、しゃがみ中盤、しゃがみ中盤、小足しゃがみ中盤投げている。現在 1P チームは6人目のルームワン、そして 2P チームは3人目の小松菜。ごめんなさい、 1P チームが3人目の小松菜ですね。 2P チームが6人目のルームワンでした。小松菜さんがお願いします。ジオがいます。そして出てきたのは、記念参加生のアレックス、はい、まあ、これ記念参加生というのは名前だけなのかそれとも本当に記念参加なのか、はい、怪しいところですね。これ壮絶な釣りな場合もありますから、くせえ匂いがしますね、はい、富山さん、ちょっとこれ強い強い富山さん、くせえやつですよこれは。臭い匂う。だがしかし、はい、相手は竜ということでこれは記念参加勢かなり厳しい戦いをしていられるかもしれませんが、あ、そっか、竜は来てんじゃね。記念参加勢はジャンプ小判からパワーボーンズがやりませんから。知ってる、やりませんよ。知ってるか、記念参加勢はジャンプ小判からパワーボムとかやりません。さあ、あのバックダッシュとか空ブロとか取りませんから記念参加勢は。うまいよ、ちょっとまずいよ。下ブロから中足、さあ新勝利拳のチャンスだったんですがちょっとコマンドが出なかったか。投げてここでワンブロから中足処理、新勝利大慶 EX スタンプ踏んでいくな。記念参加赤ブロ狙っていましたね。ダイヤシなんと徳良さん、はい、このマストが向かってるという、あ、マストが向かっている連絡入りましたが、じゃあマストとも来たらマストと森川さんで、はい、マスト森川で、ザビさんはザビ入ってます、入ってます、入ってます。じゃあ次、それは実況でも言います。それは言わせていただきます。それは実況でも美味しくいただきます、はい、美味しくいただきます。我々はそういう香ばしいの大好きですからね、はい、
お前ね、あの海外勢の彼女ネタお前好きすぎ。そして富永さん、お前もう国際問題やめてください。富永さん、はい、結局万太郎出てますから今。あ、そういうこと、わかった、悪い。さあそして富永さん、まあ、はい、結局万太郎なんですが、はい、まあ、最近はどちらかというとコインパーキングの方が好きだと本人言っておりました。コインパーキングの方が、はい、ちょっとあの結局万太郎さん本人からいただいた言葉なんですけれども、あ、マジか。最近は三井のリパーカーだと。あ、そうなんだ、はい、でもじゃあそんなん言ったら、嘘です。お前ちょっと電陣波動拳、そしてスタンさせてデンデンデン、やばい、昇竜拳、ダメージの高い方を選択している。さあそして 1P チーム、次はオタナでいいんですか。さあそして富永さん、はい、オタナが登場なんですが、オタナさん早いですね、ランクオタナが随分早すぎで、あのね、ちょっと今あのフランス語で会話してきたんですけれども、はい、どうやら、はい、俺の彼女が切れてると、もういい加減にしてるぞ、もうガランの限界なんだと、はい、なんで早く出してくれということで、オタナがここで、どんだけだと、待たせんじゃねえよと、待たせんじゃ、私を待たせるとはいい度胸してるわねっつって、うわ怖いな。でもさっきあの見たんですけども、はい、オタナなんかめちゃめちゃべったりしてましたよね。そう、ラブラブな感じでしたよね。いやだから切れてるからなだめたんじゃないの。ああそうなんですかね、機嫌取ってね。まあ、ひょっとしたらあれですかね、ユリアンのタックルよりも本当に怖いのはオタナの彼女のタックルかもしれません。やめてあげてください。いや、オタナの彼女はタックルとかしません。オタナがここは昇竜拳切り返していってルームワンが勝利です。やめて。さあオタナ早くも、うん、危機はピンチになっている。はい、危機が訪れております。うまいっすね。お湯うまい、小足小判、昇竜拳、電車波動拳。さあルームワンがうまい。まあ先ほどからかなりいい動きを見せているルームワン、元気からもかなりうまいとお褒めの言葉が入っております。ブロッキング取って投げて、ここで生でエイジ去っていく、ダッシュ投げ、これも取ってバウンドしてヘッドを決めて投げて投げて投げまくっているオタナ、テリブル取っているが、ここで電信チャンス到来、めくり出すはキッカイル、ドライバー大丈夫です。新しい電気の申し子ルームワン、彼女の機嫌はいい。さあそして富永さん、ジャスコ、はい、ピンク色の和事ですが、はい、トサラミか、トサラミです。さあ富永ファンのジャスコ、わかんねえ、わかんねえよ。富永から学ぶものがあるとジャスコ言っておりました。言ってません。集団中足、さあジャスコはちょっと厳しいか、ルームはやはり強い、投げて壊してそう、あーっと、あールームワン盤石のこのルームワンシフト、やばいね。さあルームワンキレキレですね、これキレキレ。これ色を見てるとこれあれなんじゃないですか、実は MMM とかそういうオチがつくんじゃないですか。これちょっとね、名前を変えてブロッテイルが OK、前目の大パイエクソクト、勝利券最強じゃねえか。ちなみにルームワンさんはね、ミカドに結構いる。へえ、俺ミカドで対戦したことあります。嘘、はい、EX 勝利券、壊ししゃがみ中盤波動券、しゃがみ5番しゃがみ中盤ガードシーン、エクサ動券、めぐり中継壊し、しょうがない。さあルームワン強いですね。さあここで登場はフライングゲットの、AM エータ。俺あの AKB の歌で知ってるのって、あのあいなんとかたなんとかたなんとかたえい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 しか知らないんだけど、なんとかたなんとかたなんとかたしか知らないんだけど、なんとかでしょ。そう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 、はい、それしか知らないんですけど、フライングゲットっていう歌はまた別なんですよね。まあ、また別ですね。あ、そういうこと？はい。というわけでフライングゲットが登場ですが、はい、ここはどういったところに富永さん注目していきたいですかね。これはですね、
やっぱり選挙の話になってきますよね。選挙ですか、やはり、はい、どういったところですかね、やはり、 大島優子なのか、前圧なのか、そういったところですか、はい、やっぱり民放とスポーツ新聞が、あの日はやっぱり、もう全部それ一択だったじゃないですか。騒ぎますからね、はい、でもあの、阪神の話しかしないスポーツ新聞っていうのもありますから、やめてください、デイリーの話はやめてください。まあ、そういった、はい、状況でもありますが、はい、フライングゲットに対してルーメワンが、1ラウンド取っています。さあどうなんでしょう、これあれですかね、フライングゲットさんの投票率はどんなもんなんですかね。はい、投票率は票集まってるんですかね。票集まってるんじゃないですかね。集まってる、はい、まあ、数少ないエレナ使いだからね、頑張ってほしいね。ダイバー波動拳投げているのはフライングゲット、速投が入って勝利拳投げて、フライングゲットも倒していけ、ルームは7連勝。さあ行くよ。あ、そういえばあの戸倉さん、はい、ヤンマさんなんですが、僕の名前はヤンボー、デロレロン、僕の名前はマーボー、ダダダダン、二人合わせてヤンマーだ、君と僕とでヤンマーだ、小さなものから大きなものまで動かす力だヤンマー、ディーゼル、さあ来ましたヤンマーヤン、ヤンマヤンですが、あとルームワンが、ルームワン押せ押せです。歌っていたらルームワンが押せ押せです。でもあの今さ、ヤンボーマンボー天気予報さ、なくなっちゃったんだよね。なくなっちゃいましたね、あの思い出のね。さあ新勝利拳当たって竜巻旋風脚、ヤンマー押されている、ディーゼルのディーゼルエンジンの力が足りていないのか、ヤンマーどうなる、波動拳はガードして、さああんまりひどい試合をすると風呂からのきついお仕置きが待っている、風呂からのきついお仕置きが、風呂からのきついお仕置きが待って、お仕置きだべ、ランドリーマンさん、ランドリーマンさん、富永さん、はい、あの私ですね、はいはい、あの今両親がですね、はい、ドイツとチェコにあの遊びに行っておりまして、嘘、はい、干された、本日あの干されましてですね、はい、あの本日洗濯を行って、はい、あの干しました。なるほど、はい、干してやりましたよ、干されてから干した、はい、やってやり、あとランドリーマン1ラウンド取られてます。ちょっと待て、いや、お前が俺が喋ると、ちょっと待って、もちろんお前さ、はい、コインランドリー行ったよね。いや、あの、え、家で、あれ、お前それ甘えないんじゃないの、家であれ、お前ランドリーマンさんが来るから洗濯の話するとか言って、家で洗います、家で洗うとか、そんなこと言ってませんよ、お前、家で洗いました、ふざけんな。富永さん、ルーム1が、はい、我々が話、おお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 おなんだこれ、なんだこれ、さあ、ER カンフー、 ER カンフー行われております。おい、なんでファミコンかよこれ、ファミコンなってんぞこれ、電磁が見えねえ、18金、18金です、電磁見えねえ、18金ピオ出せて、18金、電磁見えねえだろあれ、ポリゴンサードストライク、さあ2回戦です、やり直し2回戦、はい、ランジェリーマン対ルームワン、はい、先ほど真夜中の東西戦、そして富永さん、あれ、はい、ルームワン抜いてないんですか。いや、抜きましたよ、抜きました、多分抜きました、抜いたんですけども、やり直し2回戦ですか、はい、2発目ということで、そうです、2発目、やめてください、真夜中の東西戦、あのそういう表現はよくありません、ルームワン対ランジェリーマン、さあ、さっきはちょっとバグって電陣が全然見えなかった、あ、今ね、表示されてないけど8回抜き中です、いやー、8回抜いてます、トクラうるせえって言われたんでそろそろやめましょうね、はい、そろそろバンされますからね、トクラ溜まりすぎだ、さあ、ルーブアン、やり直しても強いルーブアン、一文字ガード、シュアシ壊し壊しガードしている、ディープもガードして
おお、できる。EX 波動拳はブロッキングしている。中継ガードして EX 波動拳、波動拳やり返していくランドリマン。おお、最後はしゃがみ小判ですかね。これは勝ったのはルームワン、絶倫ルームワン。ワンビータか。さあそして、はい、左の球久しぶりの登場です。確かに前回登場した時ね、私が実況していたんで、あの左球はよく覚えております。あ、そういうこと。あ、左球はね、これ地方生なんですよね。地方生、はい、最強。新昇竜拳決まって大拳しやし。さあルームはしかしノリノリですが、富永さん。いやでもすごいね、やっぱり帝でやってるだけあって、ね、まあ Q も多分対戦慣れしてると思うから。そうですね、これかなり EX 波動拳。いやすごい盤石な感じの立ち回りですね。さあただあの富永さん、はいはい、左球の父親は、はい、職業、あ、自分の職業が盛んなんで、だいぶ、はい、だいぶ喧嘩強い系ですよ、左は。あ、それから左なんだ。そうです、盛んだから左なんです。あ、やっぱ徳田でやっぱりすごいな。下村イクサドケン、トクペディアすげえな。ジャンプ終盤、投げて勝ったのはルームワン。左さんって本当に盛ん屋さん。そして、はい、ここで直近エネナ登場です。東西さん初登場ですか。初登場ですね。初登場、はい、直近エネナが登場ということで、そろそろピンクの東西戦も終わらなければ、はい、これ完全に訴えられるレベルになってきますからね。そうですね、はい、中足中継から EX 速投ルームワンキレキレです。そして、はい、なんと富永さん、はい、コップカムが、はい、コップカムが今日も書いております。コップカムさんありがとう。34対34の東西、いや40対40の東西戦、いや違いますね、35対35の東西戦でコップカムさん名前書き始めました。はい。さあそしてルームワンが武装している10連勝中のルームワン。いや強えな、これ絶対これあれだろ、やっとるだろ、これおかしいだろ。やってるね、ルームワンさん強い。形中足新昇竜拳、昇竜拳台形小判中足中盤投げて11連勝ルームワン。シーマ、さあそしてここで 1P はシーマ登場です。やっと知ってるのが来た、 1P シーマ。いやでもここでシーマが止めればかっこいいよね。13人目シーマなんですが、今のところ手も足も出てません、はい、誰が倒すんだこの竜。波動拳 EX ソニックしゃがみ中盤出し投げ昇竜拳 EX ソニック投げて、お投げて、さあシーマ取り返し始めたが、チラシ X 波動、あ、ヤックン見てるのかこれ。ヤックンは見てる。あ、ヤックンいるのか。ヤクソマルは本人ですね。いやその竜なの、俺が聞きたいぐらいなんだが。ソニックジャンプ台形中圧速度うめえな。壊し小判新昇竜シーマ並みに飲まれている。おーっと、いい反応だが、ルームワンが強い。負け犬さんお願いします。負け犬さんお願いします。 2P チームですのでこのまま勝ってください、はい、ルームワンさんは 2P チームです、はい、トクラピエロチームですのでこのまま頑張って勝ち続けてください。え、ちょっと待って、トクラさんと富永さんは 1P チームなんで、はい、ルームワンさんに倒されてください。おい、ちょっと14人目ってどういうことや。頑張れよ、はい、頑張れ。ジャンプシューパー試合した先、あとたくさんです。いきにチュンリーになっちゃったからちょっと後回し。
時間がない。うんうん、じゃあ力丸さんどうしますか。力にいる時間がない。キャラ何します、キャラ何します。じゃあこれ次行ってもらいましょうか。はい、時間がないんだったらしょうがないです。力にショーンでいい。ショーン、ショーンはやだ。おっとリープから新昇竜拳、昇竜拳ジャンプ中盤、ジャンプ中盤、おパンで暴れてった赤ブロも狙っていましたが、ハボケブロって投げて、さあここで出てきたのはアルゲレです。アルゲレさんだよ。さあアルゲレ対ルーム1。はい、アッシン記録って DK その闘技のチームですね。なんだっけそれ、アッシン記録って。投げて、さあアルゲレがルーム1に対して体力リードしている。しかしジャンプ台系中盤、台足下風呂、ジャンプ台系新昇竜拳、新昇竜拳立ち上げ波動拳ビフ竜巻、投げてジャンプ中継、中足ぶどって投げがグラップしている。さあルームは強い、立ち上げめぐり中継はガードしている。ブロって投げてダッシュ2回、投げ上げラップ10、これは3連勝中ですね。ルーブはそろそろ止めたい。コアシコバン新勝利権、今の上すぎるだろ。ねえなおい、今のは上すぎる。立ちコバン中足波動拳、マジか。古谷さん、古谷さんお願いします。古谷さん、さあいい加減にしろと。ここで登場は古谷、まあここはしっかり古谷に勝っていただきたいところなんですが、このルームは非常に強い。 EX テスト中盤ジャケ、さすがの古谷か、大盤 EX テスト、さすがの古谷。ジャンプライダースタブロ、中足 EX 勝利が暴れていく。中継中盤ダッシュガラクサ、大盤 EX 勝走、壊しガラクサ、大盤 EX 勝走、今あこれでピヨってますね。第 EX チェストペン先生勝ったらウリア止めた。なしじゃのう。